ったんですか？恋煩いのエリー無事公開万歳。まだ公開じゃないんですけど、まだ公開はしないんですけど、まあ、あの明日公開なので、なんかあの自分の人生の初主演作が、あの原さんとダブル主演でやらせていただいた作品が明日公開ということで、もう本当に万歳です。あ、はい、もうその喜びが抑えきれない感じですか？そうですちょっと間があったけど、いやでも本当に緊張しすぎてて今日結構喋ってないですよね僕今日。どうですか？喋ってないですね。なんで監督からも、この舞台挨拶の前に面白いこと言ってくれるよねみたいなプレッシャーもかけられてて、今もう本当に緊張して。今がチャンスだよ面白いことを言う。よくない、その怖い怖い超よくないまあまあ温めておきます、はい、短い時間ではありますけれどもね、チャンスを、はい、狙ってお話しいただきたいと思いますがね、初主演作無事公開万歳というね、はい、強い思いを語っていただきました。はい、まあ、急になんかすごいシンプルな万歳なんですけど、僕はサウナ万歳です。はい、そうですね、僕あの週 3,4 ぐらいではサウナに行ってて、昨日もあのとても仲のいい友達とサウナに行ったんですけども、まあ、整うことが大好きです、はい、あのサウナハマってらっしゃる方いらっしゃいますけど、何が魅力なんですかサウナは。なんですかね、まあ、でもやっぱ水風呂入って上がった後 の昇天しちゃう感じが、やっぱり昇天、言葉が合ってるか分かんないですけど、はい、白目になっちゃうっていうか、あの感じがすごく気持ちよくて癖になりますね、はい、ちなみに今日ご登壇者の中でサウナにハマってるよって方います？すごい頻繁ではないんですけど、はい、すごい好きです。あ、そうなんですね、うん、少ないですね、僕らだけですか。確かに、最近すごいみんな行ってますもん ね昨日楽しかったね。昨日お前と行ってねえよまあ、リュウビともいつか行きたいと思います宮瀬さん、ぶっ込んできましたね。いや、ちょっと監督からの命令が、はいはい、あるので、ちゃんと時々ちょっとぶっ込むと思うんですけど。今の面白かったですかね。笑ってたじゃないですか、はい、笑ってたじゃん掘り返さなくていいんですよ、はい、まだチャンスはありますからね。いや、まだチャンスはあるこれからな。あ、受けてなかった。これからだここからですね、はい、お二人にバズーカで打っていただこうというふうに思いますが、まだ打っちゃダメですよ皆さん、ダメですからね。登壇者の皆さんと会場の皆さんで声をかけながら割っていただこうというふうに思います。登壇者の皆さんが恋煩いのと言っていただいたら、今日来ていただいた皆さんでエリーって言ってパーンと割れる感じにしようと思いますけれども、大丈夫でしょうか。恋煩いのエリーですからね皆さん、チャンスは1回しかありません。バルーンを割れたら終わりですからいいですね、出し惜しみせずに大きな声でよろしくお願いいたします。では、あの皆さん、せーのって言っていただいて、で登壇者の皆さんで恋煩いのエリーでよろしいですね。リハーサルはできません。そうですね、失敗はダメですよ、はい、よろしいでしょうか。はい、それでは宮瀬さん、せーのからお願いいたします。はい、いきます。あ、練習いります？練習します？いらない？いらない？どっちもいいですよ。しとこう、はい、じゃあ、いきます。せーの、恋煩いのエリー。あ、いいですね。じゃあ本番お願いします。今の倍のテンションでお願いしますね。あ、俺だ、すいません。ごめんなさい。いきますよ、いきますよ。せーの、恋煩いのエリー。今日は皆様お集まりいただき本当にありがとうございます。本当にこの作品は、まあ、ラブストーリーでもあるんですけど、本当にヒューマンドラマな部分もたくさん入っていますし、原さんの、妄想の世界もうすごい、セットも可愛くて、で二重さんの、スイートノンフィクションがまさにこの世界観にマッチしてるなと僕も見終わって思いましたし、個性豊かなキャラクター一人一人が、いろんな感情を持ってて、それが結構重なり合ってこの作品が生まれたんじゃないかなと思っているので、まだね、
今見てくださったと思うんですけど、見足りないですよね。なので、映画館で明日から全部見に行ってください。朝昼晩最後まで全部全部全部よろしくお願いします。皆さんで、さっき綱くんが言ってないよ、最後に。はい、でも本当に皆さん今日は本当にありがとうございました。これからも恋煩いのエリーをよろしくお願いします。ありがとうございました。以上をもちまして恋煩いのエリー前夜祭を終了させていただきます。皆さんご退場となりますので盛大な拍手でお送りください。